オフ会は来週の日曜日、東京のカラオケボックスでやるらしいわ。着ていく服や話すこと、どういう振る舞いをすればいいのか考えなくちゃ。よしこじゃなくてヨハね。確かにその通りだわ。下手に取り繕ったらかえって不自然よね。これはリトルデーモンたちが主であるヨハネとまみえるために企画された集いならば、ヨハネはヨハネらしく威厳を持って接するのみ。あなたの当日はさっきみたいにうっかりヨハネの仮の名を口走ったりしないでよね。うむ、よろしい。それなら悪魔召喚の動画を撮った時に着た衣装はどうかしら。宇宙の終末を占った時のも捨てがたいわね。そう？結構気に入ってるんだけどな。黒と紫のグラデーションマントとか、悪魔の角の髪留めとか、闇のパワーストーンのティアラとか。あるけど、それじゃあ普通の人間っぽくなっちゃうじゃない。そう、わかったわ。我が側近がそこまで言うなら、いつもの服にしましょう。とりあえず魔界や黒魔術について議論できる材料は持っていこうと思うわ。リトルデーモンたちを地の底の底まで落としてあげるわ。なんか言った？あなたの方こそ当日はしっかりヨハネをサポートしなさいよね。